国は基本的には権力を持った者の監視をすべきなんです。大きな権力を持って、今小池都知事は自分の学歴詐称問題をつつかれたくないから、大きな、はっきり言って、あの選挙の時も音竹陣営だけですからね、防衛、ものすごい警察の守りが来たの、膨大な。他のもちろん維新さんとか立憲さんとか、あとあの保守党さんとかのところは一切警察の守りなかったですから。でも音竹陣営だけ膨大な人数の警官で守られていた。これって税金使ってやってるんですよ、小池都知事の命令で。これって不当じゃないですか。もし私たちが妨害者だって言うんだったら、他の陣営だって平等に守らなきゃいけないはずでしょ。だけど音竹陣営だけ膨大な人数で膨大なバリケード作って3車線停車させてやってる。これが一体権力の私物化じゃなくて何なんですか。もっと言うと独裁に近いです。ファシズムです。ファシズム、はい、権力者の言うなりになってる警察、マスコミ、恥を知れです、はい、ファシズムですね。本来だったら権力者側を監視するのがマスコミ、民主主義のそもそもの考え方が、有権者が政府とか政治家、国を監視してっていう考え方ですね。まあ、真逆になってしまってます。そうですね、うん、なので私たちは本当に日本における言論の自由、そして権力者側を監視していくっていう真のジャーナリズムは私たちにあると思っています。なので